皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS 実況続きからやっていきましょう。現在のパラメーターはこんな感じです。運動だけめっちゃ高い。はい。あー、もしもし、カズマくん？お、どうした？突然かけてくるなんてよ。なんか用か？ね、来週羽ばたき山でスキーしよ。1月12日に山にスキーしに行かない？うん、予定もねえし付き合ってやるぜ。やった！本当？それじゃあ1月12日にバス停ね。あ、わかった。お前が誘ったんだからな、遅刻すんなよな。わかってるって。うん、気をつけるよ。よし、早く来週が来ないかな。今日はスキーデートです。洋服はこのままにして、アクセサリーをこっちにしましょう。オッケー。待たしちゃってごめんね。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。本当？よかった。あ、なんか気が合うよな。うん、いいと思うぜ。え、何が？いや、その服が、よ。ありがとう。よかった。カズマくん、この服気に入ってくれたみたい。すっげー！周り中真っ白だぜ。よし、早く滑ろうぜ。うん。やっぱりスポーツ全般が好きなんだ。お！お前、スキーは得意なのか？葉月くんの時と違う。かっこいい。スキーなら任して。そっか、じゃあ下まで競争しようぜ。オッケー、やったね、バッチリ好印象。一日が短すぎるよな。ちょっと遊び足りねえ感じだぜ。また誘ってくれよな。うん、送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだな。本当？ありがとう。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。お、あ、一緒に帰らない？あ、たまみちゃんからのお誘い？うん、もちろんいいよ。今日はもう部活終わり？うん。たまちゃん、マネージャー頑張ってるよね。うん、好きなことだからかな。えらいな。そっか。ね、たまちゃんはバスケのどんなところが好きなの？やっぱりがむしゃらにボールを追う姿とか、うん、シュートを打つ時の真剣な眼差しとか。うん、それから？マネージャータオルって声かけてくれて。うわ、ついに来た、ライバル宣言だ。あー、ついにこの時が来てしまったか。私の渡したタオルで汗拭いてくれたり。うん、あとね、試合に勝つと握手してくれるの。手が大きくて。もうやめて、それ以上聞きたくない。何の話だっけ？何って、鈴鹿くんの。鈴鹿くんの話なんて一切してないよ。やだ、私可愛いけどさ、私その用事思い出したから、それじゃ、バイバイ。たまちゃん、もしかしてカズマくんのこと？ようつくし。姉ちゃん。ああ、こら、勝手に部屋に入るなって言ってるのに。なんなの？姉ちゃんさ、たまみお姉ちゃんと喧嘩してるって本当？喧嘩じゃないって。うん。
ちょっと喧嘩してないよ。どう見てもさ、前回の瑞希ちゃんよりかは良かったでしょ。すぐにってわけにはいかないかもしれないけどさ、今まで通り二人で遊んでればまたいつか仲直りできる日が来るんじゃないかな。だから喧嘩してないっての。今まで通りに遊ぶか。うん、やっぱりこのままじゃいいよ。このまんまで。お、いや、制服結構似合ってんじゃん。え、本当？ありがとう。あ、カズマくん。あ、注文はミルクな。たく、ミルクじゃなくて牛乳って書けよな。まあ確かにファーストフードって牛乳じゃなくてミルクって書くところ多いよね。はい。あ、もしもし、カズマくん。お、どうした？突然かけてくるなんてよ。なんか用か？ね、来週繁華街にあるゲームセンターに行こう。2月9日にゲームセンターに行かない？うん、予定もねえし付き合ってやるぜ。やった。ほんと？それじゃあ2月9日に駅前広場ね。あ、わかった。お前が誘ったんだからな、遅刻すんなよな。うん、気をつけるよ。よし、早く2月9日が来ないかな。今日はゲームセンターデートです。洋服はこのまんまで、アクセサリーはこれにしよう。オッケー。待たしちゃってごめんね。お、洋服変わった。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。本当？よかった。あ、なんか気が合うよな。うん、いいと思うぜ。うん、何が？あ、いや、その服がよ。ありがとう。よかった、カズマくんこの服気に入ってくれたみたい。よ、どっちにすんだ？どっちって複数あるの？ビデオかメダルか。あー、ビデオかな。お、俺様の実力を見せてやるぜ。俺様って、普段俺様なんて言わないでしょ。よし、何から遊ぶんだ？え、まだ選ぶの？そうだな、占い、対戦ゲーム、欲しいぬいぐるみ、いや、対戦格闘ゲームっしょ。おー、いいぜ。最初に言っとくけど、俺結構強いぜ。私だって負けないよ。ん？いい感じだよね。なんか今日は一日中はしゃいじまったぜ。お前って面白いよな。送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだな。本当？ありがとう。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。じゃ、またな。またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。ああ、どうしちゃったの？今日オーダーミスばっかじゃん。大丈夫？え、私オーダーミスしちゃったの？え、成功してたのに今まで。ごめん、ちょっと中だるみかも。ま、そういう時もあるよ。気にしない気にしない、仕事仕事。優しい、ありがとう先輩。うん、ありがとう。朝の5時過ぎ、なんか忘れてるような。そうだ、手作りチョコどうしよう。今から作る。やっぱり本命といえば手作りチョコ。よし、頑張るぞ。うん、上手にできた。渡すのが楽しみ。よし、このチョコでいざ勝負。さて、ちょっと休もうかな。さ、頑張って作った手作りチョコ、あげるならやっぱり鈴鹿くん。やっぱり手作りチョコはカズマくんでしょう。チョコをいつ渡そうかな。部活の時でいいんじゃない？あ、
たまみちゃん、あなたもしかして今から渡しに行くところ？それってあの、もしかしてチョコ？うん、そうですけど、何か。え、あ、うん。でもあの、男の子ってチョコを嫌いな人結構多いみたい。へえ、そうなんだ。でも全員が全員チョコ嫌いってわけじゃないと思うんだけどな。そうかな、考えすぎじゃない？鈴鹿くんは嫌いって言ってたと思う。へえ、そんなこといつ聞いたの？部活中？それとも部活の帰り？でもたまちゃんが持ってたのもチョコだったみたいだけど。うわっ、うわわわわわ、怖いわこの人。カズマくん、あのね、タマちゃんがチョコ嫌いって言ってたんだけど、それって本当？よう、どうかしたか？これ、チョコレート。もし嫌いだったら捨ててもいいから、もらってください。これお前が作ったのか？結構やるじゃねえか、見直したぜ。え、本当？本当に？で、何回失敗したんだ？目の下にクマができてるけどよ。失礼な、一回も失敗してないよ。え、嘘。ちゃんと隠したはずなんだけどな。図星だろ。でも本当ありがとな、味わって食うからよ。よかった、喜んでくれた、頑張ってよかった。今日から期末テストだ、当たって砕けろ。1日目は語学のテスト、いい出来ですね。2日目は数学のテスト、いい出来ですね。3日目は選択のテスト、まあこんなもんかな。4日目は芸術のテスト、もうバッチリ。5日目は技術家庭科のテスト、もうバッチリ。テストの結果が発表されてるみたい、見に行かなくちゃ。あ、鈴鹿くん、おお、いいんじゃないか、なかなかいいね。そして森村くんと志保ちゃんに出会いました。うん、いい成績。おい、お前頭いいんだな。まあそれほどでも、でももっと頑張るよ。え、そうかな。お前と話してっと俺も少しは賢くなんのかな。どうだろう。その前に一緒に勉強する？コツコツ頑張ってよかった。お、よう、これお前にやる。優しい音楽が流れてる。え、これってこの前のチョコのお礼な。まあ大したもんじゃねえんだけどよ。え、いいの？チョコさ、ちと嬉しかったからよ。じゃあな。わあプレゼント何くれたのかな、開けてみよう。腕時計？え、こんな高価なものいただいちゃっていいんですか？あ、かわいいかも。今度デートに行くときにつけてみようかな。しかも身につけられる。ありがとう。今日は練習試合の日。相手は宮前山高校。すごい名前だな。お、お、鈴鹿くん。あ、カズマくん。なんだ、こんなチーム相手に緊張してんのかよ。楽勝楽勝。うん、そうだよね、楽勝だよね。うん、よし、頑張ろう。イエーイ、よかった、なんとか勝てたみたい。あれ、なんかいつもと違う。すげえじゃん。ま、俺たちも勝ったけどな。ペアで勝つと気分いいな。そうだね、勝ったんだからいいよね、すべてよし。うん、よし、次も絶対勝利をつかむぞ。はい。あ、もしもし、カズマくん。お、どうした、突然かけてくるなんてよ。なんか用か？ね、来週森林公園へ行ってお花見しよ。来週森林公園に行かない？
うん、予定もねえし付き合ってやるぜ。やった。ほんと？それじゃあ3月30日に公園入り口ね。あ、わかった。お前が誘ったんだからな、遅刻すんなよな。うん、気をつけるよ。よし、早く来週が来ないかな。今日はお花見デートです。舌だけ変えよっかな。アクセサリー、おお。鈴鹿くんからのプレゼント、腕時計をつけていきます。おお、なかなかいいじゃない。オッケー。待たしちゃってごめんね。いや、俺も今来たとこだ。ちょうどいいタイミングだぜ。ほんと？よかった。あ、なんか気が合うよな。うん。あのよ、ありがとうな。お、腕時計のことかな。いや、もうこちらこそありがとう。でも、急にどうしたの？それ、つけてくれてんだな。なんかくすぐってえぜ、こういうの。プレゼントしたものを身につけてくれると、男の子ってこんな感情になるの？カズマくん嬉しそう。よかった、身につけてきて。桜が満開らしいぜ、見に行ってみねえか。うん。桜だらけだな。だって桜並木だもん。そうだな、今しか楽しめない風景、後で道が汚くなる夢の中の世界。上かな。今しか楽しめない風景だね。ああ、桜の下でうまい弁当を食うのはこの時期だけの楽しみだぜ。ああ、いいね、満開の下でお酒飲むっていうのもいいよ。やったね、バッチリ好印象。一日が短すぎるよな、ちょっと遊び足りねえ感じだぜ。また誘ってくれよな。うん、送ってやるよ。ま、男の責任ってやつだな。いいの？ありがとう。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。じゃ、またな。またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。お、なあ。え？急に名前呼びになった。え？今まではイベントの時に名前呼びになったりしてたけど、これイベントかな。あ、カズマくん、何？今度の日曜日だけどよ、なんか予定とかって入っちまったりしてるか？あ、イベントじゃなくてデートのお誘いでした。予定？なんもない。暇で暇でどうしようか悩んでたとこ。別になんもないよ。じゃあさ、俺んち、俺んち来ねえか？ああ、もしよければ。だけどよ、最初のデートのお誘いで、お家ですか？はあ。行きます。本当か？じゃあそれで決まりな。声裏返りすぎでしょ、かわいい。今度の日曜日、家の前で待ち合わせでいいかな？おう、日曜日な。忘れんなよ。うん。カズマくんにおうちデートに誘われちゃった。今日はおうちデートの日です。もうあったかいからジージャン脱ぐか。じゃあこれにしよう。わあ、すごい。アクセサリーは時計でいっか。オッケー。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。お、セリフ変わった。来ねえかと思ったって、家の前で待ち合わせなんだから行かないわけないでしょう。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。む、失礼な。あ、ひどい。認めてやってんだぜ。いいと思うぜ。え、何が？あ、いや、その服が、いや。ありがとう。よかった。カズマくん、この服気に入ってくれたみたい。ボーダーだらけだけど。
いや、あのよ、最初に言っとくけど、あんまし部屋の中のもんいじんなよ。いじりはしないよ、見るだけ。うん。それと、あんまし綺麗じゃねえからな。大丈夫。うん、大丈夫。じゃ、お邪魔します。ああ。ぎこちないな。おお。ここが俺の部屋だ。まあ、適当なところに座ってくれよ。バスケ一色って感じ。スニーカーが3、4、5、6。え？7足くらいない？なんていうか個性的だね。とっても素敵なお部屋ね。男の子っぽい部屋だね。いやー、鈴鹿くんはこれだな。男の子っぽい部屋だね。そうか。なんか照れちまうけど、褒められてんだよな。うん、めっちゃくちゃ褒めてるよ。やったね、バッチリ好印象。今日は誘っちまったけど、お前楽しんでくれてっか。もちろん、とっても楽しかったよ。え？あ、俺一人ではしゃいじまって、その、めちゃくちゃ楽しかったもんだからよ。ついな。何これ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いやん。送ってくぜ。お前も女だしよ。その、危ねえからな。ちょっと待って、何なの最初の頃のぶっきらぼうからこんなさ、タジタジした感じ。そして女をいっぱい出してくる。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。うん、またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。あ、まだ男子部の試合続いてるみたい。カズマくん大丈夫かな？チア部がいる。え、チア部ってさ、バスケ部の応援もするの？うわ、相手のチーム、みんなカズマくんをマークしてる。あれじゃ身動き取れないよ。一体誰の指示だ？カズマ、無理だ、こっち回せ。おお、ほら行け、死んでも決めろよ。任せろ。かっこいい。これどっちだ？お、よう、見てたのか。この表情からすると勝ったんだね。うん、勝ったね。ま、最後にシュート決めたの俺じゃねえけどな。でもカズマくんのフォローがあったから入った得点だよ。ああ、チームだからな。おお、成長してんじゃん。私の安西先生効果もうまくいったんだね。うん、カズマくんいい顔してるな。後ろでタマちゃんが親指噛みしめてたらどうしよう。はい。あ、もしもし、カズマくん。お、変わってる。うわ、え、何、どうした？え、どうしたの？大丈夫？なんか物が落ちた音聞こえたけど。あ、いや、なんでもね。で、どうかしたのか？あ、これもしかして、椅子に座ってて、後ろにこけたってやつかな。え、毎回電話するたんびに、鈴鹿くんは椅子から落ちることになるの？あ、あのね。明日、森林公園にある温水プールに行こう。明日温水プールに行かない？おう、どうせ暇だからよ。一緒に行ってやるぜ。なんでちょっと上から目線なの？じゃあ明日公園入り口で待ち合わせだよ。一応楽しみにしててやるよ。わ、かわいい。これ電話切った瞬間にさ、めちゃくちゃ喜んでるんだろうな。早く明日にならないかな。今日はプールデートです。水着をこれにして、アクセサリーは腕時計つけていこう。あ、でもこれ水の中大丈夫なやつかな。大丈夫と信じよう。オッケー。
お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。そんなすっぽかしたりなんかしないよ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。失礼な。あーひどい。認めてやってんだぜ。そっか。さ、早く行こうぜ。うん。お、なんか泳ぐの早そうじゃねえか。そうでしょう。そうかな。おう、水の抵抗感じねえようにきちんと作ってやるぜ。やっぱ水着はそうじゃねえとな。そうだよね、水着はこうでなくちゃ。はい、よかった、この水着にして。よう、お前ちゃんと泳げんのか。泳ぎなら任せておいてよ。お、頼もしいじゃねえか。じゃ、俺と競争しようぜ。オーケー、やったね、バッチリ好印象。あ、おい、今日はそのよ、 ありがとな。わ、かわいい。一番最初の頃のさ、ぶっきらぼうな感じからは想像できないよ。こちらこそありがとうね。え？なんつうかさ、時間経つのを忘れちまうっていうか、すげえ楽しかったぜ。まあそう言ってもらえるとすっごい嬉しい。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか？うん、時間ならまだあるよ。付き合う付き合う。うん、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。うん。行き先はやっぱ公園か。ねえカズマくん。ん？カズマくんってさ、好きなテレビ番組、食べ物の好み、好きなスポーツ、うん、上から行くか。好きなテレビ番組について聞く。いつもどんなテレビ番組見てるの？多分スポーツ系じゃないかな。俺か？そうだな、やっぱスポーツとかだな。だよね。そのまんまって感じだね。そうか？でもよ、たまには映画だって。映画か。どんなジャンル好きなの？ヒーローものでしょ？あ、まさかのそっち？戦隊系か。まあな。アクションもの好きだぜ。カンフー映画とかな。カンフーか。映画にカンフーとかヒーロー系のものあったかな？あったら誘おう。あ、それで映画館出ると主人公になりきっちゃったりして、もう小学生以下じゃん。おう、もちろん。え？バカ野郎、そんなことねえよ。かわいい、めっちゃかわいい。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな。またね。カズマくんに送ってもらっちゃった。というところで、今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。